熊型軽巡洋艦は日本海軍の二等巡洋艦、同型艦五隻、いわゆる5500トン型軽巡洋艦の第一グループにあたる。天竜型軽巡洋艦を完成させ軽巡洋艦を運用し始めた日本海軍は、天竜型の船体を大型化して法事からを強化し、本型と同じ計画のミネ風型駆逐艦,艦で構成される水雷船体の機関として、 速力36ノットに強化、天竜型の拡大型として改め設計されたのが本型である。アメリカ海軍の計画していたコンステレーション級巡洋戦艦と遭遇した時に、天竜型の速力33ノットでは逃げ切れず、最低でも3ノット有速の36ノットが必要だったとも言われている。なお、排水量の5000トンは当時各国で 軽巡洋艦の標準クラスとされた。天竜型で問題とされた、低居重性としのげなみ性の改善も図っている。1916年2月24日に84艦隊案が一部成立し予算が交付され、それにより3500トン型巡洋艦2隻が建造された。日本海軍は続く1917年の84艦隊案では、 3500トン型と7200トン型の建造を計画し予算が成立した。3500トン型は天竜型と同型、7200トン型はアメリカ海軍が計画中のオマハ級系巡洋艦を砲力で上回る計画だった。しかし86艦隊案策定にあたり従来の巡洋艦建造計画の見直しを行い、天竜型は 他国海軍の軽巡洋艦と比較しても小型で、高速力を発揮するには不利であり、さらにミネ風型駆逐艦を率いる水雷戦隊機関としては能力不足と考えられた。また7200トン型では水雷戦隊機関としては大きいと考えられ、予算の面からもより小型の艦型が求められたようである。これらにより上記の計画は 天竜型の改良型にあたる5500トン型9隻に変更された。この9隻のうち最初の5隻が熊型にあたる。なお残り4隻のうち3隻は5500トン型の第2グループとなるながら型の3隻になり、最後の1隻はさらに計画が変更され、試作小型巡洋艦になった。本型の武装配置を示した図。設計主任は天竜型に続いて、 河合貞さだ地蔵戦勝艦で1917年に設計がまとまった。イギリス海軍の後期 C 級軽巡洋艦や D 級軽巡洋艦を手本としたイギリス式の軽巡洋艦であり、直線的な戦隊で偽装も簡素なもので、各所に駆逐艦式の考えが適用された。加えて日本海軍では艦隊決戦に備えて強力な砲力、魚雷兵装、 一号機雷付設設備や通信設備を備えた司令部施設が必要であり、水雷戦隊機関として36ノットが要求され、その他に波の荒い太平洋での作戦のためにしのげ波性が求められた。艦の構造を全部から記述すると、首艦パ板上に手砲の14センチメートル砲を単装砲がで、背中合わせに1番2番手砲を1機ずつ、計2機を搭載。 その背後に露天の操打環境と竣工時から三脚式の全部マストの左右に3番4番手法を1機ずつ配置した。船体中央部に等間隔に立つ3本煙突を前後から挟み込むように53.3センチメートル、魚雷発射管が連装で前後に片元1機ずつ、計4機8門を配置した。煙突の周囲には竹の低い通風塔が立ち並び、 原則部は関西艇置き場となっており、関西艇は日本一組のボートダビットが、片弦三組ずつ、計六組で運用された。8センチメートル広角砲は一番煙突の両弦に、片弦一機ずつの計二機が配置された。水仙魔町は天竜型から60フィート長くなり、500フィートになる。高速力が必要なため船体は細長くなり、その船体形状は、 戦警試験所での水槽試験で決定された。両派性の必要から艦首還元の高い選首楼型船体を採用し、船体中央にも艦幅いっぱいに探偵看板を設けた。選首楼看板は艦首から七十三までの長さ四十七点五五メートル、高さは上看板から二点四四メートルだった。また、中央の探偵看板は八十七から、 海155までの長さ41.27メートルで、高さは2.13メートルだった。艦首は、いわゆるスプーン型であり、両派性や、船体抵抗で劣るが一号機雷を乗り切るために、採用された。艦尾は、デストロイヤースターンになっている。火事は、大型の半平行打だったが、その抜き差しは困難で、5500トンが以後の、高速艦艇に、半平行打は使用されなかった。 手法は、天竜型と同じ50口径3年式 14cm 法で、炭素7門は蒸気のように配置された。片原砲力は6門で、環境両限の3番、4番砲は、守備線上への発射もできる。後部の手法は上甲板より一段高い上、構え上に設置され、全部手法と同じ高さになる。これは、後部上甲板を1号機ライフ節に当てるためと、言われる。 また、日本海軍巡洋艦として、初めて新造時から、包位板射撃装置を装備、このため射撃指揮所のある、全部マストは三脚式となった。8センチメートル広角砲は、天竜型では、五艦板に一門装備だったが、本型では一番煙突の上限に装備し、計二門となっている。1935年頃に行われた、 近代化改装で 13mm 連装機銃2基に乾燥。太平洋戦争開戦時にはさらに 25mm 連装機銃2基に乾燥されていた。ただし1938年3月調べの海軍少年法によると、熊、北上、大井は3年式 8cm 広角砲一門を、まだ装備しており、止め式 7.7mm 機銃2丁。 山の内五センチメートル、霊砲二門を装備。熊は降角砲がなく、と目式七点七ミリメートル機銃二丁と、星機十三ミリメートル機銃四丁。ヒソも降角砲はなく、と目式七点七ミリメートル機銃二丁と、火式十二ミリメートル機銃二丁を装備する。など、各艦で相違がある。太平洋戦争での機銃装備は、弾の場合、五番手法と七番手法、航空兵装を撤去。 7番砲後に 12.7cm 広角砲、連装1機を装備したほか、25mm 機銃は、3連装5機、連装4機、単装16丁、13mm 機銃単装8丁を装備したという。当初の計画では、天竜型と同様に53立方センチメートル連装魚雷発射艦2機を艦の中心線上に装備する計画だったが、 天竜型の使用実績では、後天時に天打で目標が反対源に変わるときに追随できないなど、運用に困難があった。本型では、車線の減少を忍んで6年式連装発射管を、両弦に2機ずつ装備、片弦4車線になる。予備魚雷を含めて魚雷は16本搭載した。五パンは1号機雷不設のための機雷投下軌道2乗を装備する。 キライコは7番方下にあり、48個を格納した。熊、玉では1号キライ用の布設設備が完成していなかった。このためこの2巻の春工時は5号キライ150個を搭載することになっていたようである。1号キライの布設実験は春工早々の北上で行われ、以後1号キライ48個、5号キライ64個が定数となったようである。 航空施設を設置した熊の写真。1935年7月に人太を出港するときに撮られたもの。竣工時より航空機の搭載を考慮した初めての日本海軍艦艇になる。計画当初は航空機の搭載を考慮されていなかったが、5番、6番砲直下にあった機雷庫格納庫に当て分解した推定を搭載可能にした。運用のために 後部マストにデリックを設置、推定はシェルター海板上で組み立てて、デリックで海面に下ろして発進させる方式だった。この時には艦を停止、または微速航行させる必要があり、この当時の推定では概要での発進は無理で実用的ではなかった。基礎は長ら型で採用予定の滑走台をテストケースとして設置した。環境を拡大して、 羅針環境下に格納庫を設置2番手法の上部に陸上機用の滑走台が設けられた。基礎での実験は一応成功とされ続く、長量計、川内型にも採用されたが、発刊した木は陸上か航空母艦に降りる必要があり、航行中は母艦に帰還できないなど不便なものだった。基礎の場合は実験後しばらくして、滑走台を陸上げし、 必要な時に再装備できるように1940年頃まで保管されていたという。熊は1932年、玉は1934年に、クレシ2号射出機を5番6番手法の間に1機を設置して90式2号水上偵察機を運用できるようにした。残りの3隻は射出機を装備しなかったが、その理由は明らかでない。熊型は、 速力36ノットが要求され、必要な出力は9万 SHP だった。この出力は、軽巡洋艦を多数建造していたイギリス海軍でも、まだなく、アメリカ海軍で計画されていた、オマハ級軽巡洋艦と同じだった。日本海軍で開発されていたタービンの最大出力は、ミネ風型駆逐艦の1機 19250SHP で、本型では、 技術本部第五部が代替計画を行い、三菱で詳細設計を行った三菱、パーソンズ、基本式、オールギアードタービンを4機搭載した。これは、低圧タービンが、パーソンズ式反動型を三菱が改良したもの、高圧タービンが、海軍技術本部が設計した衝動型だった。このうち全部機械室の2機には巡航タービンを接続していた。巡航タービン自体は、 後部機械室にあり、巡航タービンの廃棄は後部機械室にある2機に導かれ低速での燃料消費量を低減するように計画されていた。なお、川崎造船所で建造された大井のみ、ブラウン・カーチス式タービンを搭載していた。オールギアードタービン採用の初期であり、この時期にはまだタービンの故障が頻発していた。艦は、ロゴをポ本式重油洗浄水管艦,艦が、 天竜型より2機、多い10機となりこれに、重油、石炭混焼水管管2機を加えて12機とした。蒸気は圧力1 8 3ラム、平方センチメートル、温度は飽和である。第1管室に混焼管2機、第2管室は重油潜焼管4機、第3管室に重油潜焼管4機、第4管室に重油潜焼管2機が設置された。 1>, 1番煙突は小型4機、2番煙突は小型2機と大型2機、3番煙突は大型4機の肺炎を受け持った。石炭庫は大ト間室の前方に配置された。本型の防御は天竜型と同じくアメリカ海軍駆逐艦の4インチ砲に対する防御とし、走行範囲は機関部を上艦板から水線下2フィート9インチまで覆っていた。 原則は 25.4mhmht 高の外半に 38.1mhmht 高を重ね、計 63.5mm、高さは上甲板から下へ16フィートまであった。長さは上甲板から8フィートが下77から下197までの240フィート、その下は下83から下195までの224フィートだった。 原則防御より下は船体の二重艇が上艦板まで続くだけで本格的な走行はなかった。艦板防御は上艦板に最大圧 28.6mm の HT 鋼で防御していた。環境は最上部に露天式の羅針環境があり、側壁と天外は必要に応じて骨ので設置した。その下部の最前部に司令塔がある。 羅針環境後方には3.5メートル速距離を装備する。また後部マストと7番砲の間に後部羅針環境が設置された。居住性は船体が大きくなり天竜型より改善されたが、間室の上の兵員居住区はその厚さに悩まされた。また、観後部にあった主官自室は高速時の騒音や振動に悩まされた。司令部関係設備は、 船体の大きさから来る余裕や無線兵装の強化などで天竜型より良くなった。1927年10月発足の軍備制限委員会は軍縮条約下での軍備計画について翌1928年9月に調査報告を提出し、その中で防備部隊用の官邸は第一期官令を超過した官邸を当てる方針を打ち出した。 昭和7年度に寒令が万元になる不設艦上版の大艦として昭和11年度に寒令が万元になる熊、玉を不設艦に改造する計画が立てられた。魚雷兵装は全廃、速力を25ノットとし大型機雷300個搭載し一度200個の不設能力とするものだった。1930年締結のロンドン軍縮条約により計画は消滅した。 練習艦へ改造することも検討された。ロンドン軍縮条約では、巡洋艦の保有量が決められたが、熊型のうち3隻は、歓迎長過後に大艦を建造しても、練習艦として保有が認められていた。この当時は旧式の装甲巡洋艦を、練習艦に当てていたが、それに代わる艦として計画された。1931年6月下旬。 ドイツの軽巡洋艦 M 電が来日した際、日本海軍は同艦見学者に対し、熊級を練習艦に改装する際の参考にせよと指示している。ロンドン条約の規定として以下の条件があった。日本海軍は艦連の古い熊、玉、北上を改造する方針であった。北上、大井、基礎が近代化改装で航空兵装を装備しなかった理由は不明であり。 この三隻の可能性もあるという。しかし、少位候補生の急増に、改造の三隻では収容しきれないこと、また1933年頃から、軍縮条約の破棄の方針となって三隻も改装で、軽巡の艦令を延長することになり、このプランは実現しなかった。1941年当時、日本海軍は旧式の熊型軽巡洋艦を有効活用すべく、 93式61センチメートル魚雷音連装発射艦10機を装備した従来装艦への改造を決定。佐世保海軍交渉で北上の改造を担当した海軍技術隊員によれば、アメリカ艦隊の臨境人民や因に乗じて紛れ込み、両原の敵主力艦に向け前40本を一挙に発射する計画だったという、生艦の可能性はほとんどなかった。 同年9月に北上、同年12月に大井の改造が完了したが、結局2隻が最前線に投入されることはなかった。1942年8月以降のガダルカナル島の戦いにおける日本軍はアメリカ軍制空権下での輸送作戦を強いられ、低速の輸送船団はアメリカ軍機によって次々に撃沈された。このため高速の駆逐艦による 輸送作戦が実施されたが、輸送船と比較すると駆逐艦が揚陸できる物資量は極めて少なかった。1943年3月3日のビスマルク海海戦で駆逐艦4隻及び輸送船8隻を撃沈された第8艦隊は海軍艦船本部へいくつかの提言を行う。その中で、4、高速小型輸送船に入り輸送力強化を要すと訴えている。 このような要望に応える形で、最前線での輸送、揚陸任務を行う高速小型輸送艦が登場した。同様に、規制艦の改造も検討され、北上、大井の場合は、以下のような計画だった。魚雷発射艦は2機のみ、残地 14cm 手法は全部撤去して 12.7cm 連装工格砲2門を装備、従来の環境を撤去して、 完全方に心臓環境を設置、輸送物件積み下ろし用のクレーンを装備、第一艦室と全部機関室を輸送物件格納庫へ回収、大発動手数隻と輸送物件約300トン可能という予定である。だが、工程数万、工事期間最小5ヶ月と試算されたため、2隻を本格的に高速輸送艦へ改造する計画は断念された。それでも、 魚雷発射艦を撤去して、大発動艇を搭載するなどの紹介像は随時、実施された、回転搭載型に改装された北上。1945年2月18日に取られた、北上。回転搭載型に改装された状態。輸送任務に従事していた北上は1944年1月27日に、アメリカの潜水艦の魚雷2本が命中して、中破。 約5ヶ月間シンガポールで応急修理を行った後、7月12日に内地駅投資本格的な修理に入った。大井も7月19日、アメリカの潜水艦フラッシャーの来撃で撃沈された。誕艦となった北上は、同年8月14日から1945年1月20日までの間に、佐世保で人間魚雷、海天の母艦として改装を受けた。 手砲を撤去して12.7センチメートル連装広角砲2機に換装、魚雷発射管も全撤去され、艦尾を改造してスロープを設置、後部甲板上に回転投下用のレールを敷いた。これによって航行しながらの回転発進が可能となったが実戦で回転を発進させる機会はなく、クレグン港で防空砲台となった。クレグン港空襲で航行不能となった後、 戦後は特別輸送艦用の工作艦としてしばらく運用された。1942年に撮られた多摩の写真。多摩は海戦直後の北方警備で船体各所に故障が生じたためにドックで修理された。この時に全部マストを低めるとともに日本海軍では珍しい迷彩塗装が施された。熊は春光直後にシベリア出兵により戦護衛を行い、 その後中国方面の警備を長年行っている。多摩はアメリカ中日大使が隠ししたため、1925年に遺体送還のためサンフランシスコまで航海している。大井はしばしば兵学校や潜水学校の練習館となった。上海事変や品事変では各艦中国方面に進出し、戦闘の支援を行っている。太平洋戦争では海装によって、 高支配水量が7000トン近くまで増大したため、速力が33ノット程度まで低下したことや、並走の弱体化、新型駆逐艦の性能向上などによって、熊型は水雷船隊を率いていない。熊は足柄、ながらと第16船隊を編成しフィリピン攻略作戦に参加、その後はラバウルや東インド諸島の輸送作戦などを行い、 1944年1月ペナン沖にて、イギリス潜水艦の雷撃で沈没した。タマと基礎は、第21戦隊を編成し、第5艦隊の主力として、北方部隊として活躍、1943年のキスカ、撤収作戦などに参加した。その後、南方に展示輸送作戦などを行ったが、タマは1944年10月の冷凍機械戦で沈没。 基礎も同年11月にマニラ湾の空襲により着艇、放棄された。従来総管に改造された北上、大井は、海戦時には、第9戦隊を編成、上記のように大井は1944年7月に、マニラ沖で、アメリカ潜水艦の来撃で沈没、北上のみが終戦時残存しその後解体された。ありがとうございます。